政府が作成した豪華版ポスター、夕日報告の秋国民精神総動員は、大日本帝国政府が1937年9月から行った政策の一つで、国家のために自己を犠牲にして尽くす国民の精神を、寛容すべく推進した、完成の国民運動。略して、制度とも。消費節約、貯蓄奨励、勤労奉仕。 生活改善などを胸としたスローガンがメディアを通じて提唱され、国民の戦争協力体制構築を図った。1937年7月7日に起こった、六甲橋事件以降の日中戦争を契機に、第一次、この内閣は、女性や子供など、非戦闘員を含む、国民全員の戦意を公用させ、 戦争遂行に協力させようとの目的で、同年8月24日、挙国一致、人中報告、県任自給の3つのスローガンを掲げた、国民精神総動員実施要項を、閣議決定、9月9日、内閣訓令を出した。10月12日に、古参の軍人、官僚を幹部とする、国民精神総動員中央連盟が設立され、10月13日、 第一回国民精神総動員協調週間が始まった。長期戦と物資不足が懸念されていた日中戦争を呼び、後に加えて太平洋戦争に際して贅沢は敵だ。などの標語を街頭、新聞などで掲げたほかパンフレットや教育映画、ラジオなどメディアを使った宣伝に努めた。当初は精神運動の性格が強かったが、 やがて国民服やモンペ姿を男女の制服として推奨する強化運動など具体的な国策協力を中心とするようになり国民に待望生活を強いるに至った上位形型の運動の限界もあり間もなく一般社会には不満が鬱積し始めた1939年3月28日官側の組織として 国民精神総動員委員会が設置され、運動は官民日本立てで進められた。6月16日、国民精神総動員委員会は、遊興営業の時間短縮、ネオン全廃、中弦生母の贈答廃止、学生の挑発禁止、パーマネント廃止などの生活刷新案を決定した。9月1日以降は、毎月1日に、 日の丸弁当を奨励する講は暴行日が設けられた。1940年4月に運動組織が内閣総理大臣を会長とする国民精神総動員本部に一本化されたのを機に上流階級を狙い撃ちにする戦術に改められ一定の効果を上げた。国民精神総動員本部は同年10月生みの親であった。 このフミマロを中心とする新体制運動の動きに合わせて体制翼参回に吸収されて消滅したが戦意功用のための宣伝自体は事実上続けられた国民精神総動員運動は体内において国際収支均衡確保のための外貨獲得政策となり対外において日本の目的が西洋的波動でなく発行一の代理想還元すれば 東洋の王道に基づき人類共同の敵たる共産主義の絶滅にあることを明確にする役目を担った。しかし実際には後者の役目が果たされたとは言い難い。このような標語に対し一般国民の中には贅沢は敵だに元の字を書き加えて贅沢は素敵だと揶揄するなど 当時の国策に対する間接的な批判を試みたものも少なからず存在した。ただし、これらの行為はすべて匿名で行われており、誰が最初に始めたかはわかっていない。同様のキャンペーンは1942年以降、国民決意の標語に引き継がれた。ありがとうございます。